Hey guys, today I came to Takao Station and I'm going to climb Mount Takao from now. So you can take a lift from here, which costs around 500 yen, and it's gonna be around 1000 yen for long trip. And today I'm gonna climb the mountain. お地蔵さんがあります。安全をお祈りするためですか？あの千と千尋の神隠しみたいな。はい、ここが入り口です。あの人が多いところではマスクをして、今みたいに自分しかいないときは、ね、マスクなしで登ろうと思います。こんにちは。僕あのドイツで何回か山に登ったことがあるんですけど、その登山道で人に会うと、まあ、挨拶をするんですね。ハローとか。やっぱり日本でも同じで、挨拶したらやっぱり返してくれますね。あの電車の駅には人がたくさんいたんですけど、みんな多分リフト使うのかな。全然人が多くないですね。こんにちは。高校卒業してからよく高尾山登ってました。裸足で早朝に登ってたんですけど、下山してる時に会った男性から、たまに自殺者がいるって、あ、早朝に聞いて、それ以降登るのをやめました。思ったより空いてていいですね。あ、綺麗だな。いろんな音が聞こえてくるのがいいですね。川の水が流れる音だったり、足音だったり、鳥の鳴き声だったり。結構下濡れてるので、あのお気に入りの靴とか履かない方がいいですね。汚れちゃうんで。あと 1.3 キロです。ここって2つ両方とも行ったことありますか？多分今家族連れとかこっち行ってる。あ、こっち行ってますか。今日いい天気で、すごくあの登山日和なので、楽しんでください。ありがとうございます。僕山大好きなんですよ。で、登るときは結構早く登るんですけど、ファミリーがいるとちょっと気を使わせてしまうので、ファミリーが少ない方に行きます。でもちゃんと橋があるので、まあ、人が来ていい場所ですね。ただもう川で進む場所ないでしょ。こっち、あ、ちっちゃ。うわ、すごい階段。では今からタイムラプスで登山風景をお届けしようと思います。今山頂に着きました。やっぱ人多いですね。あー、人がたくさん。これあれっすね、山の蜜って書いて三蜜っすよこれ。
山の蜜って書いて三蜜っすよこれ。山の蜜って書いて三蜜っすよこれ。ここまでで戻ってくるとまあ大体1時間とかで、うんうん、そうですね、ここまで多分40分ぐらいだと思うので、まあ、帰ってきて80分ぐらい、ひたすら歩けばもうちょっと早いかもしれません。この辺り今すごくモミジが綺麗です、ね、ありがとうございます。はい、じゃあ今からモミジがすごく綺麗な場所があると聞いたのでちょっと行ってみようと思います。これが富士山が見える展望台で、これを右に曲がって坂を下るんですね。まっすぐ行くとモミジがすごく綺麗ということです。あの今から坂を下るんですけどモミジ台に着きます。でモミジ台はとても紅葉が綺麗なそうなの でモミジ台をもっとまっすぐ行くとあの一丁平ってとこに着くらしいんですけど、そこも紅葉が今綺麗だそうです。あ、奥高尾って言うんだ。うわすごいなこれ。ここがモミジ台か。お店がある。あ、すごい開けてる。大人のピクニックみたいな感じですね。ここ超綺麗。こんにちは。一丁平まであと600メートル。はあ、まあ、10分くらいですかね。あと多分。こんにちは。こんにちは。いい天気です ね。すごい。葉っぱの雨が降ってます。なんか展望台があるらしいんですけど、もしかしたらここかもしれないですね。お、展望台だ。わーすごい開けてる。これが展望台か。いい景色ですね。だいぶ来て GoPro のバッテリーも結構減ってきたので、そろそろ帰ろうかなと思います。今コロナで人と会話するのってちょっと大変な時期ではありますけど、でも山に来ると自然にコミュニケーションが生まれていいですね。日本で山登りするときはこんにちはと、あとはいいお天気ですねとか言うと他の登山客とコミュニケーションが取れます。今から下山します。ちょっとここでドイツ留学時代の思い出を一つ。僕あの2015年から1年くらい、まあ、ドイツに留学してて、あのホストファミリーと一緒に北イタリアの南チロルっていう場所で登山したんですね。で登山して、まあ、2000メートルくらいの山にその時は登ったんですけど、
お腹すくんですよ。でそしたらホストファミリーがコーラをくれたんですよ。で僕はショコボンっていうチョコレートのお菓子を持ってきてて、でそれをホストの子供にあげました。なんで山登るとコーラとかショコボン食べたくなります。もうちょっとで駅に着きます。